どうもツエイトです。今日はですね、いろいろと報告があるんですけども、まずこれですよね。まず頭。せっかくね、毛が生えてきたところだったんですけども、これからね、抗がん剤治療と放射線治療等で、また毛が抜けていくということで、清潔に保つためにまた頭を刈られましたね。でも前の時の坊主と違って、まだらハゲみたいな感じじゃなくて、ちゃんと坊主になってますよね。ちゃんとこう坊主っていう感じになって、前病的な坊主だったんで今回はなんか普通の坊主なんで、ああよかったなっていう感じですね。まあどうせこれから抜けていくんですけどもね。それですね、次に報告その2、僕ね今改造人間みたいになってるんですよ。すごくないですかこれ。こっからですね、ここから1日2リットルとか3リットルの抗がん剤とか点滴が入るんですよ。この中にこういう管が入ってます。体の中に直接ね。すごいですよね。どうやってこんなことやるんだっていう感じですけど、まあここからぶっ刺すんで、ブスって刺して、はい2リットル3リットルぐらい点滴やるんで、当然おしっこの量もすごいんですよ。1日2リットル3リットル出るんですよ。不思議ですよね。入れた分だけ出るみたいなね感じなんですけども、それで抗がん剤強めのやつやってるんで、これは管なんですけど、これが心電図モニターで異常がないか常に監視されているわけですね。心電図をつけてナースステーションの方から異常があればすぐ飛んでくるような形だってて、この心電図モニターが可愛くって、これトイレとか行くためにこんなポシェットを用意してくれたんですけど、遠足気分ですよね。めっちゃ可愛いこのポシェットをぶら下げてトイレに行くみたいな形になりますね。はい、結構ねいろいろ報告がありますね。言いたいことがたくさんあって、何から言おうかなって、紙とこれとポシェットと、あともう一つ、この治療をこの治療に関しては守秘義務っていうか、言っちゃいけないことが結構多くて、多くは語れないんですけど、一番びっくりするのは血液型が僕変わるんですよ。で突然変わるわけではなくて、1年ぐらいかけてじっくり変わっていくらしいんですけど、まあ何型から何型に変わるっていうのも、それもまたちょっと極秘情報になってしまうんで言えないんですけども、びっくりじゃないですか。人生で血液型が変わる日が来るなんて思いもしなかったんで、へえそんなことあるんだっていう感じです。はい、まあ自分の性格が変わるのかそこまでは分かんないですけど、そこまでの科学的根拠はないだろうし突然血液型変わって人柄も変わって、 YouTube の上げる動画も変わっていったら面白いですよねあれなんか前までと2-8さん違うな、血液型変わったからかみたいな感じにはならないと思うんですけど、はい、いろいろ今後ともさまざまな変化に目が離せないぜ、2-8くんから。はい、これからも、チェックよろしくお願いしますね。今回の動画は、今回の治療はいろいろ面白いことが報告できそうです。はい、以上です。ありがとうございました。ピースよー。